すればそういったものを載せるとかですね、そういったところになります。ライブコマースの成功例を知りたいですということですね。海外人 ご希望の方から、ライブコマース、まあ、オンラインでセミナーを開いてそこで、何かを販売する、まあ、サービスだったり商品を販売するという方法ですね。でこれはですね、1回ライブ配信するんですけども、それを動画を当然収録したものをですね、YouTube に載せて、自動的にそれがですね、何度も再生されて、販売につながるってことがあって、まあ、ストック型ですかね。ライブ中は、まあ、フローなんですけども、それをストックできるってことで、やっぱり今ならではのですね、ものすごくいい、売り方の手法かなと思います。成功例を知りたいと、成功した例、まあ、あと上手な運営法、うまくいった例を知りたいってことなんですけども、まあ、これはですね、とにかく、ちゃんと属性に合ったですね、だからあなたが販売したいサービスがちゃんとあって、それに合った人たちが来ていることが大前